鳥居県方内市床か別名神社は、静岡県三島市矢田にある神社。式内社で、旧社格は損社。祭神は次の二柱。社言では、一の滝、二の滝、三の滝と称される滝に対する信仰が、当社の創始という。うち二の滝、三の滝は、鉄道不設によって失われたが、一の滝は、三島市竹倉に現存する。また、その竹倉の、 剣るぎなす一周から湧く水に対する進行に始まるとも言う。現在道路によって分断されている当社背後の大地とはかつて地続きであったといい、その大地には古墳群が確認されている。このことから古墳時代から当地で震災が行われたと推測される。延長5年成立の演技式新名町では伊豆国田方群の式内社。 検討石床別名神社が当社に否定される。ただし、当社の否定を示す資料は、分岐2年の胸札まで下る。当社が式内社であるとすれば、一の滝、二の滝、三の滝の石床、絶壁が、検討石床を表すとされる。なお、読みは九条下本で、鶴木立伊派とこと振られるが、他に、煙との伊ハとこと振る写本もある。中世の伊豆国神会長では、 14位長滝山の明神、または14位長夏目の明神が当社に否定される。中世末頃には山岳信仰である修験道と集合しており、御武大権言とも称された。その他詳細な歴史は明らかではないが、文紀、天章、原文、文政、河栄等の胸札を造するほか、名和の鳥居変額を掲げている。明治6年、 近代社格制度において孫社に列した。当社は明治の神仏分離に際して御嶽神社を称していたが、昭和23年に現在の剣方内市床別名神社に改称した。現在は俗に谷田五門神社とも呼ばれる。祭典は1月15日と10月15日に行われるが、内校舎が零祭である。注釈出典。ありがとうございます。